第一ゆうだいナインホームです。はい、本日の企画を教えてください。はい、本日の企画、はい、2人で米2キロ食べきれるまで帰れません。2キロ食べます。2キロって多分えぐいで。いや、これね、午前中ゆうだいから今日2キロ米食べよっていう連絡来てから僕昼飯抜いてます。なんかいろんな YouTuber さん見てたら、はい、3人で1キロとか、まあ、2人で1キロとかやん。2人で2キロやろ、言ったら1人で1キロやろ。そうそうそう、えぐいって。1キロってどんなんか知っとん。なんかさ、ね、俺らが2人でみんなと一緒に1キロみたいにやってもさ、ちょっと抜けてこうへんやん。あ、まあまあ、まあ、意識だけ高くいってこうぜってことで2キロおかずはルーレットで。オッケー、おかずはルーレットで決めます。でもうあらかじめルーレットの中に自分たちが食べたいやつとか嫌なやつ入れて準備してあるんで、はい、1人3つ。あ、3ついけろ。3ついけろ。あ、3ついけろ。3ついけろ。マジで。まあ、じゃあ早速じゃあやっていきましょうか。はい、やっていきましょう。それではレッツー。はい、ということで、はい、まずこうなってるんですけど、画面見てください。ドン。卵、キムチ、納豆、プリン、梅干し、刺身、鮭フレーク、ヨーグルト、ウィダー、焼肉のタレ、白米で、この空欄は自分の好きなものを選べるということになってるんでね。それでは早速僕からいきます。お願いします。よーいドン。はい、プリン。あ、でもこっちの画面使われへんか、この時。これやもんな。焼肉のタレでございます。よしよしよし。わ、ガチかよ。やっぶね。ウィナーはやばい。一番や。じゃあ次僕いきますね。はい、いきます。はい、頼むで、ほんま。なんか嫌な、きそうな気する。やっと紙一重とかこれよ、ほんまに。紙一重すぎる。納豆きたか。あぶねー。安牌やな。うん、いや納豆ほんま。納豆と今焼肉のタレは結構安牌ゾーンやね。じゃあ2種目目。はい。いきます。2品目やな。2品目ね。よし。まあ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 。よし、キムチ。ありがとうございます。まあ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 。ありがとうございます。俺は絶対出たくないねんな。プリンとかウィダーとか白米とか嫌やねん。でも出た方がおもろいやん。だから第一出てほしい。頼むから出して。じゃあ僕2品目いきます。はい、ゆうだいきます。来い。おー、きたー。卵いっちゃいいな。卵流せるもん、ほんまに。飲み込めんもん。よっしゃ、いきます。ラスト3品目。ラストね、これラストですよ。はい、ドン。来い。ヘボいの。うい。まあ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 、でもこれ白米ってことは2品ってことやな。そう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 。ゆうだ2品第1話。あぶねー、よかった。プリンじゃなくてよかった。じゃあ僕3品目プリン頼むわ。いきます。刺身とか欲しいよな。プリン頼む。いきます。はいよ、刺身食いたいで。プリン食い。刺身、あ、やばい。よっしゃー。ヨーグルト。ゆうだい3品目ヨーグルトでございます。巻き場の朝で。巻き場の朝でか。はい。ああ、じゃあとりあえずこれ買いに行こうか。じゃあ決まったんでね。はい、とりあえず僕はじゃあ行きますよ、うん、おさらい。僕は焼肉のタレとキムチと白米なんで、この2品ですね、はい、焼肉タレとキムチでご飯バカ食わんだからな。俺やばいに、卵、納豆、ヨーグルトで。さあこれでもう俺も言うたら2品みたいなもんか。まあヨーグルトでも食うけど、それ食べたかった。はいはい、すいません。食べます。じゃあやっていきましょう。はい、じゃあ買いに行こうか。はい、レッツゴー。はい、はい、ということで、はい、買ってきました。買ってきました。僕はキムチと焼肉のタレでございます。はい、僕はね、もうなんと言ってもまあ卵と納豆、はい、あと巻き輪の朝ね。巻き輪の朝が一番美味しいからね、これ。ヨーグルトといえばもうこれしか勝たんよ。違いない。これと米セットいっちゃうまいから。みんなね、何がうまい。じゃあ早速食っていくか。いただきます。いただきます。はい、納豆からいこうかな。じゃん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 。あー、待て待て。あー、なんもないなんもない。うん、それ全部取るタイプ。え、それ全部取るタイプな。このキムチのこれ。じゃあ一口目、まずキムチでいきますね。わー、いいな。いただきますね。キムチええなって思うけど、俺の卵と納豆もめっちゃいいやろ、別に。うん、納豆はいい。いやーでもウィーダーとか当たらんでよかった。プリンとか。いや、ほんまウィーダーとか俺プリンとヨーグルトやったらプリンの方が嫌やわ。ヨーダーさ、うん、納豆行く前にヨーグルト行こうぜ。そうする？さっきヨーグルト？いや、気分悪くなったらあかんもんな。そうよ。いや、でもさっき行こうかな。さっき行く。さっき行った方がいいかな。か、間で挟むか。まあそれはじゃあタイミングが言うだい任そう。まあでも一旦とりあえず納豆を作っちゃったし、うん、さっき、まあ、納豆行こう。うん、じゃあ僕も食べていきます、納豆ご飯。うんうん、どうすか。うん。納豆ご飯やわ。納豆の量少ない。でもさ、うん、意外と納豆卵の方がこれよりいいかもしれんな。どれ？こういうコンセプトより。納豆熱いけど納豆量少なくない？え、それ一袋だけ納豆。いいよ。3つ使おうしよ。俺食えへんで、そんな。納豆1パックで俺ご飯こんな食えへんで。え、朝ごはんパン派、ご飯派？ご飯やな、ずっと。最近パンの方が多いかもしれない。うん、うん、俺中学校までさ、高校はもう寮やからさ選べへんやん、うん、中学校までは俺絶対パンしか無理やってん朝。うせん、うん、俺逆に動いてない。動いてないんかい。でも一個だけ言えるのは、うん、僕中学校まで基本的にご飯白米だけでよかった。おかずいらんかった。プロ中やん。相撲選手やん。白米だけで飯2杯とか3杯いきよった。ガキ？うん、もう今無理。これキムチよりタレの方が進む。うん、やっぱり黄金の味よ。なんかやっぱないものねだりよな。何が？クソうまそうやもんね、焼肉のタレ。じゃあ見て。うええ。賞味納豆一着みたい俺。何？あ、でもこれいけるかもしれんな。意外と。お腹空いとうからな今のところ。うん。ああ、え、俺まま言ったやろ。行き過ぎなやつ俺やん。焼肉のタレこれだけで多分今 300g いったな。行き過ぎなやつ俺やん。尺もたんど。あれ 1kg 安牌になるで。 1kg 安牌かもしれん。俺マックスあと5口でいけるな。じゃあ見せ場の巻き場の朝でも行ってきますか。俺それあんま見たないねんな。やめとけ。食欲が想像しただけでやばいもん。そう、いただきます。いきますゆうだい。あー、待って、鬼懐かしい匂いする。あ、めっちゃいい匂いするわ。すごく欲しい。あげるわ。ありがとう。通にうまい。でもこれとご飯食ったらいいんか俺は。意外といけんちゃう？え、なあ、いけそう。なんかヨーグルト食うてどう？ああ、じゃあ一回こないこっちに入れて混ぜたいなあなあじゃない皆さんねそりゃそうでしょ。ヨーグルトご飯やったらだって納豆は納豆をここに入れるやろ。で俺もキムチはキムチ入れたし、焼肉たら入れたやん、卵も入れるやん、そら米も入れるやろねえ皆さんですよね。言ってめちゃくちゃまずいあんま食いたない入れるかじゃあ。おう、はい、入りました。でも混ぜそうとか言ってみせて。うわー、うまそう。嘘つけ。うわー、うわー、気持ち悪い単体で食うたらスーパースターやのに。うん、見て。えぐいそれ人の口から出てきたもんねギャロって言えマジかよマジかよこれやばいって。じゃあヨーグルトご飯いただきます。うわ、いや、いきます。ゆうだいくんちょっと出さんとってな。うまいんじゃん。美味しいと思って食べて、うん、まずいと思って食べるからまずいね。だって最初まずかったもん1個だけ言わしてあったかいご飯と冷たいヨーグルトの温度がこうやっぱマッチングアプリして、こう口に入れた瞬間まず生ぬるいご飯の温かみをベロで感じるわけよそれとともにご飯一粒一粒にコーティングされているヨーグルトの膜の甘みを感じてとてもまずいうまそう。食べなかったなちょっと食うてやちょっと食うてみて。うまいと思って、まだ第一分からんわけやんか、食ってないから、うん、うまいもんやと思って食って。分かった、ちょっとだけ。じゃあ俺目つぶっとくからさ、これめっちゃうまいねんって言って渡してきて。 OK。 え、俺な、めっちゃうまいご飯知ってんねん。何何？あんなマジ一見まずそうに見えるけどめっちゃうまいねん。そう、ヨーグルトの中に一回食うてみて。もう騙されたと思って。くそまずくない？うんまー。嘘つけ。めっちゃええやんゆうだい、やめとけまだ続きますからね、ゆうだいのヨーグルトご飯は。じゃあもう僕はその間にごちそうさましますね。ああ、最高。もう食べ終わるんで、言うてる間にヨーグルトご飯前半にいっとったらよかった。いったね。よういったな。いきましたゆうだいくん。じゃあ僕は残り一口お酒ですお酒にいただきます。キムチちょっと食わしていいやえありがとうまあその辺のな、縛りはやっぱ緩くした方がな、やっぱ持ちつ持たれつやしな。あともう一個言えるのは、実はあ、ちなみに僕、ごちそうさんですあれだす。1キロいきました。余裕でいきました。でもね、うん、食べる前僕、きついやろなと思ったんですよ。うん。実は、うん、隠してました。使ったん？使ってない。使うことなかったの？味変せずにいけた。ガチ？じゃあめっちゃ強いやん、黄金の味。こいつほんまに無理なった時に出したろうと思ったんやけど出番なかった。あ、無理なった時。第一あれソース派のタイプ。何タイプがあるの？逆に醤油タイプとか。マヨネーズタイプとかさ。俺絶対ソース。あ、マジで。だ。え、じゃあガチちょんもしようとしてるやん。ミスいやけど。それで。どれも食べていいよ。ええわ。なんか僕あっさり1キロいってしまいました。ゆうだもいけんじゃん、量的には。いけるいける。じゃああと俺食べるだけやし。エンディングまで早送りする？はい。だいぶ食べましたけどね。僕がごちそうさましてちょっとまた経つんですけど。やっぱスピードって大事やな。いやほんまスピード大事やで。な。一回止まったら俺もほんま食えんくなるもん。いや動きのせいや。うん。ヨーグルトまずかったな。昔まずかった。ヨーグルト皆さん試してください。美味しいっす。二度と食いたくない。まあでも俺らええ経験できとうで、さっきゆうだい言っとったけどさ、YouTuber じゃなかったらヨーグルトと白米を一緒に食べることなんてないし、ないヤクルトあんな飲むこともないし、鼻毛あんな抜くこともないし、ある脇毛金に染めることもないし、ない。みんなでイコナさんに会うことなんか絶対にない。まさにない。一番ない。あいやん。俺ごとも。あいやん、俺ごともないかもしれん。分からん、それは。もしかしたらムカついておってまうかもしれん。あいやんって自分が大事にしとんもね。それいかれるまあまあ辛いと思うで。いやまあまあ辛い。ごめん、修二。あん時はごめん。あん時はごめん。またこうなるやん。大地から買ってもらってくれ。ゴルフショップにある50にお取りくださいってやつな。うわ、俺もこうたるわそれ。間違えた。言い方こうたるわじゃないな。持って帰ってきたろ。取ってきたろ。あと一口ですね。はい、それでは雄大も食べ終わるということで、2人で2キロ。ラスト一口。2人で2キロ。ちょっとねここ米かぴってるんですけど、それは許してください。おっダーン、2キロいきましたよ。でもじゃあ食べたということで、はい、今日の動画は終わりたいと思います。無事食べきれたんでね。じゃあ次回3キロ。もうやめよう。無本いらんやろ。違うなんかチャレンジしよう。そうやな。かしこまりました。はいはい。また次の動画でお会いしましょう。せーの、お元気。Basically watched how we had drowned. And even though I know you're not the